皆さんこんにちは。上昇学園高校吹奏楽部でございます。本日はですね、こちらのイベントステージの方にお招きいただき本当に嬉しく思っております。なかなか、こういった演奏の機会が今年度、てかもう2年ぐらい前からすごく減ってまして、なんとか今回開催できてよかったなというふうに思っております。これもですね、このアウトレットパーク大阪鶴見の、スタッフの皆様のおかげだと思っております。はい、では早速、1曲目お送りしたいと思います。BTS のダイナマイトをお聴きください。とても有名な作曲家の小林亜星さん、いらっしゃいますけれども、小林亜星さんが作曲した曲を、の数々をですね、お送りしたいと思います。とても懐かしい歌も生まれてますし、コマーシャルソングですね、例えばあのファミリーマートの、歌、ほんの一瞬なんですけど出てきます、最初の方にね。あと魔法使いサリーとか、あとは人間っていいな、日本昔話のエンディングテーマですね。そしてあの積水ハウス、コマーシャルですねの、テーマソングとかが、メドレーになっております。ソロとかもちょこちょこありますので、温かく聴いていただけたらなというふうに思います。では、ジャパニーズグラフィティをお送りいたします。
ございました。いつもこういうメドレーを演奏したらですね、あの曲何でしたっけって後で聞かれることが多いのでやっぱり言っときます。最初に一瞬だけね、あなたとコンビニファミリーファンっていう、分かりましたかね、ほんの一瞬だったんですけど、で、どこまでも行こうっていうのがその次出てきまして、ブリヂストンのコマーシャルの曲なんですね。で、魔法使いサリー、そして秘密のアッコちゃんで、人間っていいな、人間っていいなです、踊ってましたけど、あの生徒が勝手にそのやりたいですって言ってやりました。僕何も言ってないんですが、あのそういう、ね、企画力はすごくあるんです。はい。で、あとこの木なんの木、この木なんの木は最近あんまり、ね、コマーシャル見ないですけど、はい。そして北の宿からで、セクシーハウスの歌で、最後がパッドサイデリアでした。はい。ではですね、次なんですけども、次は、ダンシンメガヒッツって言って、まあ、ダンスミュージックですね。で、まあ、高校野球とかでもちょっと、耳にしたことがあったりとかいう曲も入って、高校野球の応援ですよね、使われてる曲とかも入ったりしています。とてもノリノリ曲で、まあ、あの実はこの曲、このですね、3月20日に、定期演奏会が開催するんですけども、そちらでも演奏しようかなと思っている曲でございます。後ほど定期演奏会についてまた、詳しくご案内させていただきます。はい。では、ダンシンメガヒッツお聴きください。
ですね、先ほどちらっとありました、まあ、この、3月20日に定期演奏会を開催するんですが、3年生、実は高校3年生この中にも数人まずいております。で、早くにこう推薦入試とかで、入試が終わって、その後もうすぐにまたクラブ復活してというのが、うちのこのクラブのですね、まあ、やり方といいますかなんですけれども、まあ、入試が、ね、年を越してもある人もいますし、順番に帰ってくると。で、まあ、ここの、ね、アウトレットパークの、演奏会というのは、まあ、ありがたいことに年に1回2回は呼んでいただいているので、結構もう思い出のステージになってまして、今回もですね、その3年生、復活した3年生はぜひ、演奏したいということで乗ってくれてますステージに。で、まあ、その3年生が本当の、卒業ですね、卒業試験は終わってるんですけれども、3月1日に本当の意味での卒業をするのが、その3月20日の、定期演奏会になっております。で、ぜひお越しいただきたいところではあるんですけれども、まあ本当はですね、整理券という形で、まあ、人数ある程度制限させていただいてはいるんですが、まあ、もしよろしければ、まあ、Twitter とかですね、Instagram の方、公式の、吹奏楽公式のものがございますので、そちらの方にお問い合わせいただけたらなというふうに思っております。で、今日ですね、その詳細を書いたチラシをですね、ちょっと配らせていただきますので、またもしよろしければお越しいただきたいと思います。そしてそれと同時にですね、吹奏楽部の公式の、YouTube のチャンネルもございますので、ぜひ昨年の様子とかですね、もう見ていただいて、あと、まあ、これまでのここのステージの、様子ですねも ありますので、そちらご覧になった上で3月20日お越しいただけたらなというふうに思います。ちょっと感染対策で苦労してまして、時間かかってます、すみません。なので、ここで、3年生にちょっとインタビューしましょう。はい、こんなん一言も言ってないから多分みんなビクビクしてますけどね。はい、じゃあチームの相澤君です。3年生なんですけども、はい、この3年間で一番思い出に残ってる、出来事、もしくは演奏会、何でしょうか。一番思い出に残っているのは、上昇フレンドリーコンサートといって、寝屋川の方に演奏会行ったんですけど、そこで のステージは初めて行ったので、そこでの演奏が一番思い出に残っています。はい、それ演奏したことだけで、あ、何か面白いことがあったわけではないので、はい、すみません、ちょっと面白みを求めたら間違いですね。はい、多分今3年生は僕のから目線を必死にそらしてます。はい、どうしようかな、はい、その今お配りしてるチラシを持参していただいて、もうそれ整理券代わりでも構いませんので、大阪つるみでこれもらったんですって、それでも構いません。はい、はい、じゃあ古田の岡戸さん、先ほどそろ見てくれましたけども、何か印象に残ってることありますか。はい、そうですね、マーチングがやっぱり、私は中学から吹奏楽をしてたんですけど、マーチングの経験はなくて、高校に入って初めてマーチングをやって、最初はしんどかったんですけど、結果が出たりとかして、関西大会にも出させていただいたりとかして、みんなで何か一つのものを作るっていう経験ができたことがとてもありがたかったなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗にまとめてくれましたね。はい、はい、まだ配ってますね。はい、じゃあ、あと一人ぐらい聞きましょうか。はい、あれ、3年が奥まったところですね。下向いてますけど、皆さん。はい、じゃあ、いいキャラの、いいほど、トウモトくん。ナイスキャラです。はい、3年間で何か思い出に残っていることはありますでしょうか。3年間で記憶一番残ってるのは、修学旅行から帰ってきたら、いつの間にか同期がいなくなってたことが一番記憶に残ってます。それどういうこと。修学旅行から帰ってきたら同期がいなかった、なんで。まあ、別にいじめられたわけじゃないですよね。大丈夫です。本当に。絶対そういうあれじゃないんですけどね。はい。とてもいいキャラで。
あのうちの吹奏楽部は共学校なんですけども比較的男子が多いんですよね。でまあ城西学院というのはもともと大阪工業大学高校、いわゆる工大校と言われてました、学校ですので、まあもともと男子が多かったんですけれども、まああのラグビーとかはね、あの全国大学行ったりとか、まあその他運動部、サッカー、柔道、水泳、アジェリー、いろいろ、とても部活盛んな学校なんですけれども、はい、まあだからうちのクラブ話を戻すと男子が多いんですよ。だからすごく活発で、まあちょっと幼い部分もあるんですが、いいと思います。はい、そしたらですね、プログラムに戻りたいと思います。はい。はい、次はですね、MISIA さんという歌手が、いらっしゃいますけれどもの、とてもね、歌のうまいっていうようなことを言えるような立場ではないですけども、で上手な方の、中で会いたくて今という曲があるんですが、結構テレビとかでも流れたりとか、あとカラオケの番組とかでも歌ってる人が多かったりしますよね、お聴きいただきたいなと思います。これもソロがたくさんありますので、そちらにご注目いただけたらなと思います。
ました、では次なんですけれども、次はですね、上昇コズミックファンタジーと名付けまして、まあ宇宙といいますかに関係する曲を、何曲かメドレーでお送りいたします。本当はですね、2月の6日に関西ステージマーチングフェスティバルが開催される予定だったんですけども、残念ながら中止になりまして、尼崎のアルカイックホールで毎年ですね、そういうイベントが開かれてまして、ステージの上でマーチングのショーを行うというイベントに、選抜して呼ばれたんですが、出場できず、でそこで、演奏する予定だった曲なんです。ただこちらもですね、またそのマーチングで、定期演奏会で、ご披露したいなと思ってますので、ぜひお越しください。はい、では、上昇コズミックファンタジーをお送りいたします。
マト」とかですね、あと「銀河鉄道999」はですね、テレビ版と劇場版と両方入っておりました。あとは「スター・ウォーズ」の曲が入っておりますね。はい、皆さん本当に寒い中、ね、たくさんの方にお聴きいただき本当にありがとうございます。次の曲が一応あの最後の曲になるんですけども、まあ、ここ去年ぐらいのまた、再ブレイクといいますか、と言ったらもうなんとなくわかるかもしれませんけれども、マツケンサンバですよね、2007年かなんかそれぐらいの時に1回ブームが起こって、まあ、このつい最近紅白とかでもねまた歌われてましたけども、まあ、あの曲が流れると、まあ、なんと、穏やかな気持ちになるというか朗らかな気持ちになるというか不思議とね、そういう効果があるかなと思うんですが、この曲を、演奏会で演奏するのは初めてです、はい、で一応って言ったら怒られますけど、ダンス隊も、最後におります。ぎこちないダンスかもしれませんが一生懸命練習したみたいなので、温かいので見守ってあげてください。はい、それでは最後の曲、マツケンサンバ2をお送りいたします。
2年生なんですけども、多分20歳ぐらいサマダでのちゃうかなっていうぐらい古い曲が好きで、今回もとてもやりたいということで、よかったと思います。はい。で、ですね、ありがとうございます。最後に、もう本当に次最後です。で、アンコールいただきまして、これ、本校吹奏楽部の、まあ、一番お箱といいますか、風になりたいという曲で、お別れしたいと思います。これもとても元気の、出るいい曲だと思います。しつこいようですけども、3月20日、2時半から、大阪の、梅田でございます。大阪工業大学の梅田キャンパスに上昇ホールというものがありますので、そちらの方で、3月20日の2時半から開催させていただきます。もしよろしければお越しください。この高校生のね、本当に元気のいい曲を演奏を聴くから、こちらも元気もらえると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、最後に、風になりたいでお別れしたいと思います。